はい、どうもしゅうてぃびでーす。りょうへいでーす。ひろとでーす。お願いします。お願いします。ということで本日はですね、あの立夏戦なんですよ。はいはい。翔平君。で今回メンバーはちょっと変わってて、ちょっといつもメンバーじゃないですよ。今草野球界を変えようとしている若者たちがいまして、はいはいはい、ジャイキリって言うんですよ。僕ちょっと会ったことないんですけど、一回会ったことない。一回。ユーポも会ったことあるんです。僕会ったことなくて、今日初めて4名ぐらい、はい、あの来てくれて一緒に試合するんですけど、翔平 TV で突撃して彼らの、まあ、動画見たら分かるんですけど、結構クールな感じなんですよ、うん、かっこいいんですよ。ちょっと俺らでボケまくって彼らをあのクールさを変えてみようっていうドッキリです。営業ボケで、うん、彼らのクールさだからちょっとさ、かっこいい感じだから、実際はどんな感じなんだ。まあ素を出していきなり素を出してみようと。そう、一応なんか、まあ、先輩 YouTuber じゃないですか。あ、ね、年は違うけど一応先輩だから、はい、どんな対応をしてくれるのか。いきなりダメ出しをされるかもしんないし、あ、脅すみたいなこうクールな感じで終わるかもしんないし、しかしよろしくお願いしますって言うかもしんないし、体育会系ね、めちゃくちゃ体育会系。そうそう、ちょっと分かんないんだけどどんなタイプか、ちょっと初めてなんで、まあ、彼らはね、これからこう担うYouTuber、野球 YouTuber なんで、ちょっと突撃してみたいと思います、はいはい、それではいきます。これマジでアポなしだからね、いくよ。いいよ、いいですか。向こう向こう待って、向こう待って、向こう待って、めちゃめちゃ礼儀正しいっす。あれ、はい、礼儀正しいっす。本当ですか。はい、お願いします。お願いします。お名前、お名前いいですか。自己紹介。あ、ジャイキリの、ジャイキリチャンネルを運営している小川海人です。よろしくお願いします。お願いします。同じくジャイキリの飯作です。よろしくお願いします。お願いします。飯作です。同じくターニーです。ターニーです。お願いします。お願いします。メンバーの有馬です。はい、お願いします。お願いします。お願いします。ちょっと今日あの初めての翔平さんかということで。そうですね。しかも初めてお会いできたんで。あ、本当にこちらこそ会いたかったです。よかったです。お願いします。お願いします。え、編集したんですか。今まさにないっすね。えらいよ。いや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 、カメラマン、カメラマン見習ってほしいなって。そう、こいつ本当やりかしまくってる。ちょっと拝見してますね。そこだけバレると。いや、本当っすか。まあちょっと、え、遠かったっすか、この場。いや、そんなに、まあ1時間ぐらい。1時間ぐらい、はい、来れるんで。まあでも遠いっちゃ遠いっすね。あ、遠いになります。そう、結構使ってるのか。結構使ってる。そうですね、あの試合とかで、はい、使わせてもらってます。そうそうそう、はい。ちょっと今日、1番から4番までちょっとリップ待遇、はい、で、大丈夫ですかね。もう守備も、いや全然全然、はい、全然今日は2試合あるんで、はい、1試合ないように、もう暴れ回ってもらう。そうそう、普段はできないであろうジャイケンさんでの、あの何プレーできないであろうことしていいんで。あ、自由なんで。あ、なるほど、いうことは自由。そうそうそう、それ以上に。そう、全然もう自由、全然自由。もうノーサインですから、ね、そう、やっぱさ、強豪校たちこう集まってるとさ、そうですね、ちょっとこう、なんか意識しちゃうじゃん、硬くなっちゃうから。あ、そうっすね、あるじゃん、ありますね。いいとこ見せねえと。あ、それ違う、関係ない、好きだよ。よっしゃ、誰でも楽しめるのが翔平です。あ、いいとこですね、いいとこ。そう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 、そうなんで、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。え、なんか今日グローブ持ってきてますね。あ、道具とかですか。かっこいいグローブ。いやー、どうなんか野球道具紹介を。あ、はいはいはい、あとで撮りたいんですけど、はい、彼がもしあれば。道具はグローブマニアなんで。そうっすよね、僕以外ですか。バッテンとか。おお、スパイダー。スパイダーですね、僕はスパイダー。ベーマンですか。そうっす、ベーマンで買いました。おそんなない、そんなないっすよ。道具は。え、4人いて3個しかグローブないの。あ、そんなね。一応なんか道具マニアは今日ちょいてきちゃった。あ、浮いちゃった。今度ついてきます、ね、今度、はい、再来週か。あ、はい、再来週。どうです。ぜひ、どうです。皆さん赤が多いですね。やっぱジャイキリの赤なんで、僕ら赤のユニフォームでやってるんで、はいはいはい、気づいたら赤になっちゃうんですよ。え、ユニフォーム買う前から赤、後から赤買ったの前です。前で、前で、前で、気づいたら赤になっちゃう。言っちゃいけないやつ。あります、言っちゃダメです。ここ一応使おうかな。そうそう、使おう、使おう。で、今日ちょっとカメラ回してるんですけど、はい、これ、ジャイキリ結構クールなイメージがあったんですよ。そう、クールなかっこいいイメージがあったんで、僕らでちょっとこうボケまくってちょっとこうなんか素を出してみようあで、実際俺らこう言ってなんかオラついてくるのか。そういうことだったんですか。そう、それで違いますよなのか、
あなんかクールにこうされるどっちなのかなっていうのを撮ってました。あ、そうなんですか。めちゃくちゃボケますよ、僕ら。めちゃめちゃなんかめちゃめちゃ礼儀正しい。最初俺らがボケるのかどうかなって思ってたもんね。いやいやいや、そう全然全然いいっすね。あ、やっぱそうなんですね。結構あの合わなかった方々とかにもなんか絡みづらかったとか言われるんですよ。なんか雰囲気があんまりなんか怖いんじゃないかって言われるんですけど、めっちゃ優しいっすよ。彼めっちゃエロいっすよ、彼は。じゃあセクシーって言って。あ、セクシー。セクシー。まあちょっとセクシー担当でやらせてもらってセクシー担当っすか。やっぱエロさを。エロさ担当っすか。出してって。え、何担当っすか。いっぱい食べる担当。あー、ちょっと同じかもしれない。え、待って待って待って。スリムよ。あ、そうそう。嘘。いやいや、いずれいずれ。いやいやいや。数年後が楽しみなんですよ。何歳26です。あ、26。4年後こうなるから。でも僕らのチームで一つ決まってることがあって、飯をいっぱい食べるやつが一番偉いっていうルールがあって。あー、だからもうだから翔さん一番偉いです。一番超食ってるから。あれでも昨日ヒロトに負けたって聞いた。いや負けてない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 。俺こいつ1000円ぐらいするつけ麺屋に行ったら600円しか持ってねえとか言い出して、やばいふざけんな。やる食い逃げ案件じゃん。そう今日朝忘れ物するってもうやるかしまくって。やばいやばいやばい。やりますね、ヒロト君。ほんとやってくれる。今日全部審判やらせやろうかと思って。じゃあまさかの派遣審判でした。あ、そうそうそう。まあそんな感じで、はい、ジャイキーさんめちゃめちゃ礼儀正しくて、はい、いい子たちだったんで、はい、今後のジャイキーさん期待。そしてディッカーズ戦ね、どんな活躍をするかぜひとも注目してください。よし、お願いします。ではあの動画のリンクを貼らせてもらいますんで。あ、ほんとですか。はい、いいんですか。逆にいいですか。いやいやいや、お願いします。じゃあやります。いやいや、お願いします。ここボケなくていいんだ。いやいや、もう登録してくれた人靴舐めるんで。決めたんで。はい、OK、じゃあ登録お願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。ありがとうございます。すみません。すみません。急に。ああ、すみません。